今回もね、メールが届いてます。ありがとうございます。ラジオネームともみさんからいただきました。いつも楽しい動画ありがとうございます。TikTok をチェックしてます。ありがとうございます。TikTok やってるのでよかったらフォローお願いします。毎日暑くて大変ですが、夏バテに気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。うなぎも今日食べてきました。さて、夏といえば怖い動画をよく見かけたりしますが、龍太郎くんが経験した今までで一番怖かった話を教えてほしいです。怖かった話。僕ね、そもそも怖い話がね、嫌いなんですよ。お化けとかもそうだし、まあその絶叫系もそうだけど、怖い話がね、本当に僕苦手で、僕ね、もう怖い話とか見るだけでもテレビのリモコン変えちゃったりする。怖い話、なんかあるかな。まあ思いつかないことが今怖いですけどね。なんかまあ、星野さん見てると怖いなって思います、いつも。僕もあんま人のことは言えないんですけど、多少のなんていうんですか、人としてってある程度なんかあるんですよ、僕の中でも。人としてこういう風に接しようとか、人としてはこういうのが必要だよねとか多分あると思うんですけど、星野さんって人としてが多分ないようなな。この間のそのペットボトルの件もありましたけど、普通そういうことやらないよねってことを多分やってるので、怖いなこの人っていうのは結構感じることは、多分一緒に言えばいるほど感じることが多いっすね。倍ではないですけど、あれ僕よりはね、長く生きてられると、生きてられてるので、ある程度のことは多分絶対わかるはずなんですけど、なんかたまにね、スーツで来るんですけど、ベルトって、僕ちょっとベルト今日ないんですけど、ベルトってある、なんか、あるじゃないですか。どこにつけたら普通、ベルトって普通ここにつけません？星野さんってここにつけるんですよ。で、なんでそれ真ん中につけないんですかって聞いたら、俺さ、ギタリストじゃんって言って、なんかこうやってやったら、当たんだよとか言うんですけど、スーツなんですよ。だって仮面ライダーですら、武器とか使うけど、ここにつけてますよ。例えばさ、ギターをやるときとかだったらわかりますけど、スーツですよ。これがね、本当にたまに怖いなと思うときですね。何考えてんのこの人って。めっちゃ思います、最近。いつもそれいじる、言うんですよ。なんでここじゃないんですかって言うんですけど、うるせえなって終わるんですけど、いつも。まあ確かに名前ですからね、名前だけでも、星郎だけでもおかしいですもんね。で、しかも本名も渡辺恒之なのに、常無限大って出してるけど、僕星郎さんって言ってるんで、名前何個あんだよっていうところですよね。星郎さんのね、動きとか、そういう仕草とかは、マジで怖いんで、皆さんもちょっと動画でよくチェックしてみてください。たまに怖い瞬間結構あるんで。星野さん多分今見てると思うんで、多分このままね、僕に多分 LINE してきますよ。おい、龍、なんでそんなこと言うんだよ、みたいな。そんなこと言うなよ、みたいな感じで多分来るので、どうせ強めの酒を飲んだよ、とかどうせ言うんで、次一緒になった時に楽しみにしていただければと思います。意外と、そういう僕が多分言ってると大体合ってると思うので、最近怖かった話はもう星野さんです。はい。特に星野さんがもうすっごい怖いです。まあ皆さんも多分ね、怖い話多分あると思いますので、もしよかったら、コメントの方に書いていただければと思います。僕ちょっと怖い話なので、ちょっと見ないかもしれないですけど、ぜひで書いていただければと思いますので、はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、あとは通知のベルマークの方をオンにしていただいて、コメント、ランジャーお待ちしております。バイバイ。